はい、おはこんばんちは、春川流でございます。信長の野望波動、今回は10月29日公式生放送まとめということでやってまいりたいと思います。情報てんこ盛りでございました。それでは早速行ってみましょう。はい、それではまず目安箱から見ていきましょう。今回の目安箱はですね、情報てんこ盛りでございました。今対応している改善案についていろいろね話してくれました。まだ検討段階とか検証段階だったりとか、まあ、そういった情報も含まれております。ボリュームがいっぱいでした。まあ、そんな中で、今後こういう機能が実装されますよ、いつかわかんないけどもというところに焦点を合わせてご紹介していきます。でまずこちらですね、空白地を活用して領土侵攻を防ぐプレイについてどのように考えているか回答してほしいですと、まあ、この件に関してその対策こうしますよというのがありましたね。空白地に対して旗を持っていないプレイヤーはこの領土に攻め込むことができなくなるようです。この空白地をめぐって、じゃあ戦いが起きていた場合、その空白地直接たげれないので、まあ、里狙いとか部隊を狙って参戦するような形になります。まあ、そういった感じで参戦していたとしても領土を守る守備兵に前方の流れ弾が当たったりとかする時があると思うんですけども、それもなくすようです。この領土にたげってる部隊だけ守備隊にダメージが入るようになりますという感じですね。まあ旗持ってりゃいいんですけども、旗がなかった場合ですね。うん、この内容変更は結構大きいですね。これいつからなんだろうな、シーズン9始まるタイミングなんですかね、ちょっとまだ分かりませんが、一応ねそういうような仕様にする予定で進んでいるみたいです。で次、シーズン開始後にすぐに形勢が決まってしまいますと、まあ、これに対して何か対策してくださいというふうに言ってますね。まあ、これに対してはシーズン9で改善する予定の項目を3つお話しされてました。まず1つ目、施設強化の条件が厳しくなるようです。例えば弊社をレベル1から2にする時の、前提条件だったりとか、あとは必要な資源の数というのが厳しくなるという感じですね。そうすることによってスタートダッシュの、なんだろう、早く始めた人遅く始めた人の差を縮めるという感じでした。で2つ目は里のレベル上げて、また里レベル10に上げれば領土 B を制圧できるようになったりとか、里の必要レベルに応じた開放条件がいろいろあると思うんですけども、そこを調整するようです。制圧と調達の必要レベルを分けるみたいですね。例えば、領土 B は今まで通りレベル10で制圧可能です。ただ調達はレベル8でも調達できるようになりますよというような感じになりますね。なので自分の所属している一門の、強い人が里レベル10になって領土 B を取りましたと、そしたら里レベルレベル8の人でもその領土 B の調達ができるようになりますよという感じになるみたいですね。で3つ目が、まあ、そうすることによって、先行して里レベル10の人で領土 B 取ったけど、自分の部隊出す前に、一門のみんなにバッと調達入られちゃったということが多発すると思うので、まあ、それの解決策ですね。今まで技術で見聞調達というのがあったと思うんですけども、僕は全然知らないんですがこちらですね、自身が所有する調達回数ゼロの領土で調達が可能になると。それを技術の中に入れるんではなくて VIP ランクに応じて見聞調達ができるようになるという感じになるようです。うん、まあ今まで技術だったんだけどデフォの機能にしますよと、ただ VIP ランクに応じてねというような感じにするみたいですね。まあ、この3点を行うことによってスタートダッシュの格差を少し縮めるという対策を取るようです。はい、今話した空白地に対してと今回のスタダの抑制案は今の言った内容でほぼやる予定らしいですね。うん、それでは次行きましょう。はい、ここからはアップデート内容いきます。まずメンテのお時間ですね、10月30日水曜日、これ朝の8時ですね。で、夕方の18時までと。これからね、いろいろアップデート内容話すんですけど、これ10時間でできっかなっていう心配があります。はい、次行きましょう。領主についてのアップデートと。こちらは全シーズン共通ですね。まあ、これまではですね、領主の強さを測る数字として総合力っていうのが使われたと思うんですけども、新たに戦闘力という指標も加えていきますよという感じですね。これは、
戦闘におけるいろいろな数値だけを元にして算出した数字という感じになっております。まあ、シーズン中の部隊の最大戦力だったりとか、里の戦闘に関する施設レベルとか技術開発のレベルとかを元に算出するようです。なので今までよりもさらに正しく戦闘力が測れるようになったという感じになってますね。で次、これも前シーズン共通と、ようやっと出ましたね、交流のピックアップ機能という感じでございます。添付900人、添付851人ということで2人ピックアップできるようです。でこの2人は、まあ、交流更新列使いながらカチャカチャやるときに出やすくなりますよと。このね、赤い矢印のポッチが目印という感じになってますね。で次、これも、前シーズン共通と、技能の絞り込みのカテゴリー、一番左のこのカテゴリーですね、を新しくしますよということですね。今までよりもさらに細分化して見やすいように UI を調整したと。で編成画面からこの技能の絞り込み画面に行った時、この編成されている部隊の現状の技能レベルがこうやって右上に示されるようになりましたと。これめちゃくちゃ見やすくなりましたね。これめちゃくちゃいいアップデートですね。で次、今度はシーズン8が対象のアップデートでございます。服部半蔵の狐走りが強くなります。今まではですね、狐走りの隠密の効果ですねが10秒だけだったんですけども、忍者陛下の場合は30秒に延長されます。まずこれ嬉しい。さらにこの隠密効果って交戦開始時にはね解除されちゃってたんですね、今まで。それをこの効果時間の間は交戦開始しても解除されないように調整しますよという感じになります。なので領土戦においてめちゃくちゃ有用になりましたね、これは。今後領土戦でバチバチやるときにもう必須というような感じになるんではないでしょうか。で次、こちらは、火事についてのアップデートで、まず前シーズン共通のアップデートですね。これはこの赤い四角の中に、所持してるか有無か分かるようになったと。でシーズン8の方は、まあ連星があるんですけども、まあその連星の UI が少し変わりますよと、見やすくなりますよと。で次、イベントについてのアップデートと。まず前シーズン共通の方からいきましょう。士官先長いの調整が入ります。11月末予定の全体メンテナンス以降に開始されるシーズンで、第一希望以外の大名家に割り振られた領主と士官先願いの希望を出さなかった領主に対してアイテムを配布しますよと。まあ、第一希望出しちゃったけど、抽選落ちて第二希望になっちゃったよという人は個別にアイテムくれると。どんなアイテムくれるか分かりませんが、まあ、生放送中では小判とかうんぬんとか言ってましたね。はい。で次、戦記族イベントの自動出陣の仕様変更と。今までは自動出陣に2部隊設定することができて、その2部隊、洞窟が出てきたら2部隊とも同じ巣窟に飛んでたと思うんですけども、それを別々の巣窟に出陣できるように変更しましたと。まあ、A という巣窟が出現しました。2部隊設定したらその片っぽだけ行ってくれると。でそこで戦ってる時にまた B という巣窟が出ましたと。そしたら空いてるもう1部隊がそっち行ってくれるという感じになりましたね。これめちゃくちゃいいですね。両アップデートです。はい。次、シーズン7以降のアップデート、特別攻略異例、あの信長軍が攻めてくるやつですね、 NPC の対象となる城の、選出条件変更と、不利な大名家が集中して選ばれないように調整されますよという感じですね。で次、その他のアップデート1、これは前シーズン共通と、これは UI の調整ですね。獲得する経験値の量、これはメールとかで見れるんですけども、を、表示を少し見やすくしますよと。あとメンテナンス開始時に調達部隊を帰還させる際、調達途中でも完了扱いになるように変更と。で所属一門の一門職管理が追加された際、設定変更を誘導する赤バッジを表示と。で次、その他アップデート2、まず前シーズン共通の方から、情勢から見る城砦名所の絞り込み機能で名所検索をつけましたよ。あと同盟武将の配置情報を追加と。こちらのね、右の画像にあるように、まあ、これは普通のシーズン1の信長ですけども、シーズン2の信長を他で使っていたらこういう風に分かりやすいように表示してくれますよという感じですね。シーズン2以降の追加、交易隊を入れ替える際に交易技能や交易秘伝で絞り込みできるように調整。シーズン5以降、
見分調達回数を超えた調達命令はできないように変更。はい、ということでアップデート内容はこんな感じですね。うわ結構いろいろあるなこれみたいな。で結構なんだろう、全シーズン共通、シーズン8だけで、シーズン5からとかシーズン2からかとか、結構ねサーバーのシーズンによってアップデートの内容変わってくるんで、これ調整結構大変そうな気がするんですけどね。本当に10時間で終わりますかねこれ。はい、それでは次新武将を見ていきましょう。はい、こちら太田道館でございますね。これはめっちゃ予想外でしたね。ここで来るんだ太田道館と思って、僕来るとしたら2周年の目玉武将だと思ってました。その前に出すんだ、うーんって感じ。まあ信長の野望シリーズでもなんだろう、結構時代がずれてるので出ないシリーズも結構たくさんあるんでね、知らない人いるかもしれませんが、生まれが1432年とかなんで、信長とかよりも100年前ぐらいの武将でございます。うん、はい、内容はこんな感じですね。戦力5636、これ高いね。強いで、足軽と弓が S ですね。でこの絵西が上杉源氏築城名人無双強要ということで、これは車がかりの上杉謙信とドンピシャリですね。ただ牙が A なんで弓で使った場合という感じかな。うん、で戦法を見ますと、35秒戦法なので、シーズンが進んでるサーバーの人はちょっと対象にはしづらいかな。ただ連鎖率が 20% あるのか。うん、負傷向きかな。で戦法の中の内容は、3部隊に武勇知略を 40% アップ、戦法速度 20% アップ強っ、戦法威力も 3% より強っ、で敵3部隊に武勇知略高い方で 300% 攻撃で、攻撃した敵部隊が騎馬兵科の場合同様付与とか。なるほど、これ全シーズン共通で出てくるんですけども、シーズンが進んでないまだシーズン1、2、3、4ぐらいのプレイヤーはめっちゃ対象向き、シーズン5、6以降の人は副将向きっていう感じかな。で技能のブレツが強くて、自身が大将の場合か副将で大将と同じ絵西が2以上の場合、武勇プラ 4%、 知略プラ 4%、 戦法発動速度プラ 10% と。これは強いな。僕ね車係の上杉謙信弓隊で使ってるんですけども、この副将として欲しいなこれ。まあちょっと次軽く編成見ていきましょうか。車か係の上杉謙信が大将の場合の編成令を出してますね、これ。いやー、俺はね、足利義輝を攻撃側の副将で使ってるんですけども、まあ、道館がいればね、逆にして、で、弓隊でしょ？これは強いなー。これでいいなー。これね、待ち伏せ遊撃、ポチポチ切り替えながら、うまい立ち回りができるぞ、これだと、この舞台。欲しい。あとね、生放送だとこちら。シーズン1の武将だけで組んだ編成令も出してましたね。まあ、シーズン1の武将だけだと、まあ、うん、こんな感じだねっていう感じでございました。で今回の新武将はこれ一人だけですね。で、どうだろうな、全シーズン共通ということは、筆くじかな、どんな出方で出るのかなというところでこちら。はい、課金武将でございます。限定投与ですね。うわー、課金武将か。しょうがないね。はい。まあでもめちゃくちゃ強いに使えるんで、これは引きだと思いますね。美課金の方も引きだと思います。僕は無課金でやってるんで、ちょっと残念ながらって。まあいいもん、僕にはヨシテルがいるから。はい。で次、こっからはシーズン9の情報でございますと。まあ大名家紹介と言いながら、最初の説明が全体マップでございました。まあ、シーズン9はね、前からね、発表がありましたが、西日本マップでやりますよという感じですね。まあ東は大阪あたりと紀伊半島ですね、が入っていて、まあ西は、まあ、九州まで全部すっぽり入ってるよと。で、海が多いマップになっておりまして、こちらはですね、海もマスになっていて、海も制圧できるみたいですね。ただ、木とか鉄鋼とか米とかそういったものは掘れないみたいです。なんか新しく掘るものが増えるらしいですね。うん。これはめちゃくちゃ楽しみですね。いや、いいね、これ。で、次。じゃあ、こちら。シーズン9で登場する大名家ですね。もう注目するのは左から2番目、大内家。大内義孝が出てきましたね。これ新武将確定ですね。うん。これは新武将確定。あとは他の大名家、なんか新しい同盟武将出てくるんじゃないかなって気がします。
まあ、このメンツで見ると長宗我部元親とかシングラっぽいんで、なんか元親さん新しい武将として出てくるんじゃないかなっていう予感がします、僕はね。はい。とあとはまあこの後いろいろキャンペーンとかの情報がありまして、その最後にこんな情報がありました。信長の野望2周年公式オフ会開催と、12月1日の14時から公営テクモが入ってるビルでやりますよという感じですね。三国志波動の方はもうやってますね、こういうオフ会。それも信長の波動でもやりますよという感じですね。うん。まあ、このグラフィック新たに書き起こしてもらったみたいですね。うん、素晴らしい。はい、それでは以上でございます。10月29日公式生放送まとめでございましたと。まあ、全体的にいいアップデートが入りますね。うん。UI の変更の部分であったりとか、戦貴族のね、自動出陣のとこであったりとか、うん、なかなかいいアップデじゃないでしょうか。あとはね、太田道館ですよね。うん、あれは強いっすよ、マジで。で、筆口じゃないんだ、バカ野郎。はい、それでは以上でございます。今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたしますと。それでは、またね、バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。